残り1ヶ月半しかやないっていうのがかなりね、焦ってるんですけど、担当式試験からもう1ヶ月、あ、折り返した？いや、折り返しはないけど、もうすぐ担当式試験から論文式試験までの折り返し地点に来るって考えたらめちゃめちゃやばいな。ちょっとめちゃめちゃやばいので、気合い入れます。はい。そう、担当式試験は乗り切ったんですけど、論文式試験って担当式試験を乗り切ってきた人たちが主に相手だし、しかも僕は5月に担当式試験終わって、そっから初めて論文式試験の勉強を始めて、まあ3ヶ月弱ですよね。ん？ 3 ヶ月弱だね。5月29日から8月19日だから、まあ3ヶ月弱の間で新規2科目詰め込むわけじゃないですか。でも、まあ割と論文式試験を今年受かるぞって目指してる人のほとんどは、まあ少なくとも去年の12月以前に担当式試験を受かってきてる人なので、まあ、単純に勉強時間が何倍も3倍、4倍、まあ場合によっては9倍とか10倍とか違ってくるんですけど、だからまあ厳しい戦いになるということはもう覚悟してますね。まあ厳しい戦いになることは覚悟してるんですけど、その中でいかに合格確率を上げていくかっていうね、その自分の中でここの部分は今点数を上げやすいから、まずはここを詰めて、次にここを詰めてっていう風に、まあ全部はね詰められないから、なるべくこう時短で合格に必要な最小限、必要最小限の勉強を最効率、最も効率のいい形で学習していけたらなと思ってますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。